はい。こんばんは。おはようございます。こんにちはかな。見てる時間によって変わりますね。エスティユキです。今日は、滋賀高原一ノ瀬、パーフェクターゲレーンデのこの上部、リフトを営業して、パトロールが来るまで時間に撮影してます。あのー、まず、チャンネル登録、1000人超えました。ありがとうございます。いやー、ほんと、見ていただける皆さん、 そしてあの、実際にゲレンデでお会いして、あ、いつも動画見てます。あるいは、動画見て、スキーに行こうと思いましたら来ました。そういう方々の、まあ、恋を、実際にこう聞いて、いや、もう本当、活動の励みになって、ここまで続けてこれました。正直にあの、チャンネルとしては、あの、他のスキー系の YouTube、あるいはスノーボード系の YouTube と違って、ひたすら現在、もう、お祈りを撮影してる、上げてるだけの状態ですよね。 こんなんで1000人も行くとはとても思えないものなのですがまあなんだかんだ来てしまいました最後のね995人を超えてからのあのエムズスキーサロンの吉田プロ吉田さんそしてえ日本一下手なプロスキーヤ渡さんあのちょうどコラボなりご紹介の動画上げていただいてありがとうございますさてえっとね今後の活動なんですけど あの今、お祈り、最低の今シーズンは、もうお祈りをした、その全部、あのーまあ、あのもちろんシーンのカットはするんですけど、日ごと被写体ごとのお祈りの動画、基本的に全部上げます、本人が、被写体が断らない限り上げる予定です。で、ですね、それ以外にも、志賀高原の、えー、情報、ゲレ食、あるいはゲレンデ情報。 それについても今後投稿していいこうと思います今ちょっとあのお祈りの方がもうたまりにたまっちゃっててそれの投稿ばっかしてるんですけどそちらの方も上げていこうと思いますあのー、インスタグラムとかツイッターとか見てる方は毎日この手迷してるしやがってとかって思ってるのはあれが動画化されますまあそれ以外にもねあのお祈りの仕方とかよく質問されることを動画にしていこうと思うんでこれからもよろしくお願いします ちょっと長々と喋ってね、テレップもらし、カットもらし、バーンって出しただけの動画になってしまうんですけど、見ていただいてありがとうございます。これからも葛藤していきます。でもやっぱ、お踊りが一番したいんで、お踊り、被写体募集してます。<laughs> よし。じゃあ今日の動画はこの後で、チャンネル登録とかグッドとかは押さなくていいからね。うん。じゃあね、バイバイ。また。